確か。前行った時なんか休みだったね。入れんかった。寒いやん、ジャンパー着とかんと。それさ、これできないのに。ちょっと手の先ちょいちょいちょいってしとくだけで。ちょいちょいちょいって、指先ちょいちょいちょいって。なかったよね、前ね。ちょっと掃除するわ。温泉ですか。よーと、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 よおーめっちゃ回るはい、あいたもいいよ。待っていい交代する？よし、わーい
下がっとるだけだがね、進んでかんと。よいしょよいしょって腕の力がない。なんかめっちゃモコモコだったんだけど、何？2個しかないかな。手が痛い。結びの輪。ガムテープでガッチガチに止められてるの。なんだ。願いを込めて回すんだよ。願いを込める。じゃあこっちはいい。だから色を合わせるんじゃない？今何色になってるんだい？火落ちちゃったの。うん。なんで？わからん。さっき燃やしてたやつが違う。違うんじゃない？あとあそこにも豊臣秀吉おるわ。パワースポットだって。小銭入ってる。豊臣秀吉公産湯の井戸。縁起がいいんじゃない？そこは。はい。中見せて。これ。10円玉、50円玉。秀吉が生まれた時に使った産湯。使った水が。パワースポットらしい。パワー？うん。開運のスポット。じゃあさっきのあの
あれはあのやった最初にやったんじゃ。できるようになったいきなり。うわできた。じゃあ帰りも。帰りも。こっちから向こう。ちょっと待って。手がやばい。うん、急に成長したな。うわ。力尽きた。中村勘三郎生誕記念像だって。え、死ぬ？中村勘三郎初代だって。初代？やべ、手が痛い。ポッポッポッポー。ポッポッポこれはそこら辺に落ちてる葉っぱ。これはこれ。こっちは出る。ちっちゃい。うん。なんですかそんなに気持ち。あとでジャンプする予定。草の花。草の花？忘れの。カモとサギがおる。ツルツルの方からどこまで登れるか。ツルツルの方から。パパ結構いけるよこれ。うわっ、ここまでだ。危ないよ。あ、もうすぐ山頂でしたね。た。山頂登頂。すごい、登頂できました。登頂記念ポーズ。ダメだ。めっちゃ滑ってたよ。滑れる？はい、いいよ。滑れる？滑ってきていいよ。下まで来た。